里見はいろんな人間に憧れを持たれる生徒だったな。そして憧れられる覚悟も持ってる。これからはその覚悟を成長させて、本当の意味でかっこいい大人になっていってほしいと願ってる。お前ならできる。お前の未来を聞かせてくれ。俺は先生に教わったこと、先生から学んだことを胸に刻んで、先生のように誰かのために魂を燃やせるような、自分じゃなくて他の人、周りの人のことを一番に感じられる、一番に思い考えられる、本当の意味でのかっこいい大人になりたいです。いや、絶対なります。先生、本当にありがとうございました。